はい、皆さんこんにちは、アジでございます。ドラゴンクエスト7やっていきましょう。これがもうパート256になるんですね。まだまだ終わる気がしませんけどね。次が風の精霊でしたよね。これ出してくれないんですよね、きっとね。もうお前たち族長の話を聞いてなかったのか。いや、聞いてましたよ。族長の話を聞いていながらそれでも外に行きたいというのか、あまり関心はしないなと。とはいえお前たちは旅の者だしな、どうしても行くというのなら無理には止めんが、どうするサタに行くのかと。いや、いいえ、まだいいですよ。なんだ、行く気はないのか。だったら初めからそう言ってくれよなと。ちょっと族長さんと話しましょうか。はい、よいしょ。旅の方ですね、せっかくこの町をお訪ねくださったのに、悪い時期に重なり、せめて私からお詫び申し上げますと。ということですね。ちょっとお待ちくださいね。はいはい、行きましょう。ところで旅の方がここに御用というのはもしやと。先ほど私の話を聞き、お力を貸していただけるということでしょうか。そうですよ。まあ一度にこんなにもと。ありがとうございます。心より感謝いたしますわと。一度にこんなにもというのは我々の人数見て言ったんでしょうね。4人、若干1名足らないんですけどね。はい、ならばあなた方には事情を話ししなくてはなりませんね。実は私はこの谷の南東にある風の塔に行きたいのです。そこに行って何があるのか、実はそれが私にも分かりませんと。ただ我が身にこの翼を宿して以来、その方向から誰かに呼ばれている気がしてならないのです。何ですって、神殿の研究者たちも風の塔に風の祭壇があるだろうと。まあそういうことならば、ますます風の塔に向かねばなりません。そこであなた方には風の塔まで私の護衛を務めていただきたいと思っています。引き受けていただけますでしょうか。いいですよ。感謝いたします、旅の方。ではすぐに出発しますか。あ、そうだね。ならば急いで風の、あ、しまった。風の塔に向かいましょう。風の塔はこちら側の壁面から出て南東です。それではよろしくお願いしますと。あ、びっくりした。もういきなり行っちゃうのかなとね。私よく考えると宿屋泊まってないのかなと思いましてね。はい。体に翼を宿して以来、族長様はずっと一人で悩んでおられたのだ。おまけに魔物まで出るようになったなんて全くわけがわからねえぜと。実はちなみに私ね、今ね、裏でね、アークザラットやってたりするんですよね。ちょうどアークザラットもね、精霊、この4つの精霊かなあ、金の髪飾り見つけました。やってるところで話がかぶっちゃってね今こちらは風ですよね。こちらは火、土、風と入れて、アークザラットはどうだったっけ。アークザラットも3つ入れたよね。そうだ、火、あ、火、いや忘れちゃったね。土と風は入れましたね。あ、いやでもごちゃごちゃなってるわ。たとえ谷を救うためとはいえ、こんな時に族長様が谷を離れるのは心細い限りですと。どうか早くお戻りください。そして必ずご無事でと。今回土は良かったんですけどね、ボスいなくて。風はボスいるんでしょうかね。そこがちょっと気になりますね。ん？強さ問題ないかい？あ、いやいや、じゃなくて。あ、いや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 。いや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 、何してんだ。はい。あ、みんなマックスですわ。ああ、マリベルさんがちょっと使ったぐらいだね。じゃあ行きましょうか。むむ、族長様、そのお体で外に行かれるとおっしゃるんですか。思い当たることがあるのです。行かせてくださいと。それは族長様が自ら行くとおっしゃるなら止めはしませんが、まあとにかく気をつけていってください。今族長様に何かあったら谷はおしまいですと。気をつけていきます、ありがとうと。さあ行きましょうとね。きっと過去の世界は族長からのね、羽のなかった娘さんに代が移ったのかな。でおそらくその血筋を引いてるんだと思いますけどね。あ、懐かしいね。私ここ前ちょっとかなり嫌な思い出があったんで、あんま来たくないんですけどね。あ、そうだ、全滅したんだ確か。はい、ジェネラルダンテ。あ、ジェネラルでダンテなんだね。なんかすごくね、あれな感じがしますね。育ちがいい感じが。将軍でダンテって何なんだろう。
うん、私の頭の中でなんかジェントルっていう感じがしてるんですけど、違うよねきっとね。これは麻痺するキノコかな。あ、シビアスライムだね。確か麻痺するのは海でも出てきた。あ、しびれクラゲだね。海で出てきたよね。そんなんでしたよね。はいはいはいと。ベギラマ好きだな。あ、どうしよう、魔法は使わせない方がいいのかな。ちょっと魔法温存しときましょうか。魔法温存しちゃうとね、あの皆さんちょっと時間がかかるね、泥仕合に発展しかねないんですが、まあちょっと呪文使うのでいきましょう。回復は私が整えましょう。南西と言ってましたよね。南東じゃないよね。あの出口でね、彼が言ってたので間違いないと思いますけどね。あのこちら側の出口でいいと思いますね。逆の出口から出ないといけなかったことはないと思います。過去では逆にね、あの左側から入っていったんですけども、今回は、右上、うん、あの北の方から来て行きましたから、経験値いいのかな。微妙だね。もうちょっと欲しいかな。前ね600とかありましたもんね。うひゃーっていう感じだったで、こっちでよかったかな。これだったら南東とは言わないよね。あー、変に遠回りしちゃってるのかもしれないね。いや、まあ本当は別にいいんですけど、呪文使わせないからね。ベギラマ好きだね。かなりの確率でベギラマを唱えますね。まあいいかな。どうせ私のターン回ってこないでしょ。お、回ってきたわ。回ってきたね。お金今いくらあるのかな。あー、18,000。買い物にも行きたい気持ちもすんだけど、これが終わってからかな。お、アンドレアル。ほう、え、仲間呼ぶんだね。いやー、アークザラットの方はねやれるかなと思ったんですけどね、なんとか、やれてますね。やっぱ失敗したような気がする。なんとかね、初めはね、どうかなと思ったんですけど、シミュレーションのね色が強いので、ただあのタクティカルコンバットって私ね本当好きなんですけど、ファイナルファンタジーだったっけ、あ、タクティクスホーガーと、あとファイナルファンタジーでもあったよね。あれで私トラウマになっちゃったんだよね、解けなくて。めちゃくちゃ強くて手順があるんですよね。もうあのうまいこと育てないと解けなかったので、それがあったのでね、もうそれからタクティカルコンバットのシミュレーションってあんまり好きじゃないような感じになっちゃったんですけど、まあね、あの育成は全然できるのでそれがいい感じですね。ただ心配なのがね、前衛の方が成長しすぎてるんですよね。というかそれに比べて後衛の方が全然成長しないのがちょっと気になってるんですけどね。というのも後衛の方は MP が、いや MP って有限なので、もうなくなっちゃうと終わりなんですよね。終わりというかね、祝福使いましょう。なくなっちゃうともう何もできないもんで、ほぼ物理が全然ダメなもんですから成長しないんですよね。痛い。それがちょっと困ったなというとこですね。ですから一面で終わるとこだったらまあまあ無駄ず、ガンガン使ってねいけるんですけど、何面もねあるところがあるんですよね。一面もんだったらね、一面終わったら回復するんでいいんですけど、何面もあるものになっちゃうともう MP がなくなっちゃうんですよね。
もう行ってる間に。ですからもうそれになっちゃうともう何もできないのでね、まあ弱いところ行って後衛の方を前に出して成長させて追いつかせるっていうのも手ですけどね、私もうこの年になると面倒くさがりでね、それがねなかなかできないんですよね。あやばいかもしれないね、これ倒しちゃったらいけないんですよね。はい、あでも経験値は多かったね。ここにないでしょ。ああやっぱり失敗だ。南西南東だったのかな。祝福をマリビューさんに使っちゃいましょう。あボアソルジャーね、ボイジャーに見えちゃった。さあどんどん回復させていきましょう。私はね終わらせないで、ああよかったよかった。王になった。あーマリベルさん来たわ。あ今11本、うわーダーマ行きたいな、ダーマ行きたいねあめちゃくちゃダーマ行きたくなってきちゃった。あーすごいダーマ行きたいぞ、どうしよう。このパートが終わったらダーマ行って帰ってきましょうか。次何になろうかな、次魔法使いにならないといけないね、賢者にならないといけないから。でもあと踊り子とかもいろいろ覚えないといけないんでね、そう考えるとちょっとワクワクしちゃうんですけど。ほいほい、あ回復しときたいね、間に合うかな間に合うかな。とガボ君行っときましょう。ガボ君ゾンビがまだコンプリートしませんね。あ間に合わなかったね。あってとこですねこれね。はい、一回殴って次のターンで回復しとこうかな、間に合うかな。そういえば急に寒くなりましたね。もう先週、あちなみにこれ今ね、土曜日なんですよね、何の日だっけ、勤労感謝の日かな、勤労感謝の日なんですけども、あこっちだ勤労感謝の日なんですけど、もうちょっと一昨日ぐらいから急に冷えた気がするんですけど、ね、まあまあこれが当たり前なのかもしれないですけどもね、この寒さがやっと追いついたというような感じなんでしょうけどね。痛い、この誰だっけ、このなんとかさん、あジェネラルダンテさんは物理はほぼ、あいや違うか、鉄球魔人か、会心の一撃は、あ痛恨の一撃は。さあ私はもう回復局に徹しましょう。ああいい感じです。あ避けられちゃったのね。どこだろう、あっちか、こっちじゃなくてあっちか。これでいいかな。あそうだ、いっぺんね私ダーマに行くんで、もうあれ解除していいよね。
一旦で終わんないんですよね。作戦で全員はバッチリ頑張れと。いやてかもうガンガンいっちゃえと、もうガンガンいっちゃえと。さあ、あ、終わっちゃった。おそらくこの右下だよね。エンカウント率が高い高い。はい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 。これだからガンガンとガンガンとバッチリはあんまり差がないのかな。あのね、前も言いましたけど、どうもプレス、私が聞いた話ではプレステ版は完全にこの AI じゃなくなったっていうのを聞いたんで、もうね、プログラムでルーチンなってるっていうことを聞いたんで、はい、笑わせ師の壺にはまる師になったと。舐め回しの得意を覚えた。私どう？はい、ああまだ足んないね。マリベルさん言ったでしょ、次魔法使いで、その後吟遊詩人だね。でその後に賢者になるかどうかっていうのとこかな。本当にエンカウント率が高いや。ここにあるんでしょってな。あ、これか。次回ね、これ入ります。今回この辺で終わっておきましょう。で、私は今からダーマに帰って、マリベルさんを魔法使いにして帰ってきますというところで、そこははしょろうと思いますので、よろしくお願いします。あ、装備変えるかもしれないね。装備変えてくるかもしれません。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。